DJ ソダさんの問題について麻生さんがこのようにツイート。反日アタリア DJ に2人の将来ある日本の若者が犯罪者にされたってことで事件は収束でいいじゃない。そして僕はセカンドレーパーってことで結構です。全員日和やがって、だから日本はやられるんだよ、という麻生さんのツイートに対して僕らの移住生活さんはこのようにツイート。今回の音楽フェスの成果会社も院長のこのツイートも、国がしっかり学校での包括的性教育をしていれば性加害が避けられたかもしれないし、このようなツイートもなかったかもしれない。ある意味国の責任でもあるね。誰もが日本で安心して暮らせるようにするためには包括的性教育が必要だとツイート。性教育をしなくても普通に生きていればわかることだと思いますが、性教育することでそこまで変わると思いませんね。逆に変な犯罪者が増えるのではと思ってしまいます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。